これがね、ダドレアブリトニー鮮魚杯っていうやつで、最初十何株かあったと思うんですけど、だんだん枯れて少なくなってって、今ね、二株と、あと、この株元に一個小さいのが、かろうじて残ってるっていう感じなんですよね。で、この一株のね、バランスが悪くて、こんな風に倒れちゃうんですよ。首が長くなっちゃったからね。で、これを、胴切りっていうのをやって、縮めるか悩んでるんですけど、下葉を先日かき取った際に、生えてた根っこがあったんですけど、それがこう、地上に出たことによって、根っこが枯れてなくなっちゃったんで、胴切り失敗すると、この株がね、枯れちゃうんですよね。もう時期的にもこれから休眠に入るので、これから根っこが出るっていう時間がないかもしれなくて、ちょっとリスクが高いなと思ってます。どうしようかな。調べたんですけどね、植え替えが9月から11月が適期みたいで、今植え替えてしまうとちょっと怖いっていうのと、まあ胴切りするとね、そのまま枯れちゃう可能性もあるので、ただね、このままもね、ちょっとバランスがあんまりにも悪すぎて、もうこんな感じなんですよね、今持っても。重さで引っ張られちゃって。なので、この今大きな素焼きの鉢を用意したので、こちらにちょっと植え替えしようと思います。で、こっちに関しても、鉢増し程度に、ちょっと植え替えしようかなと思います。ちょっとね、鉢崩さないようにと思ったんですけど、やっぱりね、ちょっと汚い土が残ってるのが嫌だったんで、ほぐしました。で、葉っぱがね、下の方にこうやって巻いてるので、この地際までね、植え付けるのがちょっと難しいんですね。なるべくギリギリまで植えたいと思います。というわけで、なんとかね、植え終わりました。今ね、こっち、手前に向かって芽が、向いちゃってるんですけど、この根っこがね、下の中でこういう風にこう、キャラメルコーンみたいに曲がっちゃってるんですよ。で、これを起こそうと思っても、この曲がってる先が、鉢の側面にぶつかっちゃうんで、それ以上ね、こう、曲げられないんですよ。なんでね、これが精一杯でした。なんか、ムチ打ちの人みたい。で、葉っぱもね、これだけのものをちょっと犠牲にしながら、植え替えました。植え替えてる時にね、パキって折れちゃって。こんな感じで、下向いてるんでね、葉っぱが。土を入れるのに持ち上げたら折れちゃいました。はい。まあ、なんとか、でも、さっきのバランスの悪い鉢よりは、この素焼きの鉢で、なんとかこう、入ったなって感じがします。二つもね、こんな感じです。こうやって葉っぱが下に向いちゃってるので、土を入れようと思うと、こうもう上に持ち上げてパキッと折れちゃうんですよね。で、あともう一個も、もう色が悪くて、根っこも、なんかあるんだかないんだか、みたいな、これですね。こんな状態です。もう手にこんなに粉犠牲にして、なんとか、植え替え終わりました。もともとあった土に、この、アロエ、菌のなる木の培養土っていうのを、スコップ分足して、ちょうどいい塩梅で植え終わりました。こんな感じです。もう葉っぱも、ちょっとさっきスコップで傷つけちゃったし、粉も取れちゃったし、あんまそう良くないんですけど、とりあえず終わりにします。ちっちゃい方はこんな感じになりました。亀甲竜2鉢と、ダドレアブリトニー鮮魚杯、1、そしてこれが2、3に全部お水やりして終了です。